久保さんもう明日お正月ですかね僕もあのセールスの準備しないと <laughs> まあ今回のテーマはですね正月セール正月のセールスをされる側かする側かですねされるがされる側かする側かにしましょうかまああの別に僕がセールスしなくてもあの多分チラシめっちゃ入ってくると思うんですよな、ね、お正月元旦セールみたいなねみんな仕事してますよ あのー、別に僕とか久保さんが特別なんじゃなくてもし僕と久保さんが特別であるならば折り込みチラシ1個も入ってないですよ、うん、みんなやってる普通にだからねここに気づけるかなんですよね稼ぐんだったら売るしかないじゃないですかあのー、まあ通販やらない通販をやらないんであるならば広告ですよねじゃあ広告ビジネス露出していかないといけないわけじゃないですか うん、しゅ、あのー、広告も、まあ、YouTube の広告で行くんだったら、アクセス集めていかないといけないだろうし、あのー、サイトアフリートだとサイトのアクセス集めていかないといけないだろうし、まあ、とにかくその露出していかないと無理なんですよね。うん。だから、お正月セールするのにも露出してるわけじゃないですか。お正月セールやるよっていう。<laughs> 入ってますよね。チラシ入ってないってことありえんのかな。まあ、僕新聞取ってないであれですけど、まあ、イメージはつきますよ。100%入ってるでしょうね。 どこもかしこもお正月セールですよ。CM つけても。元旦セール。みたいな。うん。だからまあ、いや、あのー、どっち側になるかですよね。うん。なんか僕は15年、あのー、お正月は関係なくやってるんですけど、別に僕に限ったことじゃなくて、商売やられてる方で、お正月なんか書き入れ時ですから、年末なんかは。年末挑戦って言われてますしね、世の中では。なんで、まあ普通にガンガンやってますよ。 そそうそうなんかね、そう、あの、そば作ってるお店だっかな、なんか、あ朝からね、そば作ってましたよ。え駅の中、入ってるお店の中の。まあ、みたいな、大変だな、みたいな。やってますよ。<laughs> お店閉まってたんだけど、従業員、なんか、バイトとかもいて、多分10人ぐらい行って、なんか、そばのこの、おせちかなんか、そばかなんかやってましたね。うん。だから、まあ、どっち側になるかですよね。 ただ、あの、ネットビジネスの場合は別に、久保さんはね、もう全然自宅から出てないっていう。<laughs> 自宅から一歩も出ずに、カメラに向かってただ喋ってるだけで <laughs>、OK っていうね。こんな楽なね、仕事あんのかなっていう、楽してますよね、本当に。楽してるなぁ。<laughs> 全然楽してますよね。うん。だからまあ、もっとやらないといけないなっていう。だからリアルを見れば見るほど、現実を見れば見るほど、なんか持って頑張らないといけないなと僕は思いますね。 だから周りの人は比較対象をちょっと変えるだけで全然みんなやってますからね普通にうんなんかその稼げてないっていうことは一つの事実しかなくてもう稼げてないっていうのは一つの事実しかないですよ稼げるスキルがないもうこれにつきますその事実しかないじゃないですか まあ他にもいろんな要素はあるんですけど、一言で言ってしまうと、稼げるスキルがない。終了ですよね。うん。だからそのスキルをつけるしかないんですよね。うん。じゃあいつつけるんですか今でしょって言ってらっしゃい。